木村淳二の五分ラジオ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。賛成党青森市議会議員の木村淳二です。今日は久々の五分ラジオでございます。最後に収録したのが10月の20日ですから、まあ、約4ヶ月ぶりということになります。これからは耳だけで聞ける五分ラジオも え、どんどんやっていきたいと思います。え、久しぶりの5分ラジオ。今日は、え、YouTube に寄せられた、え、コメントの中から、自罰型林業について取り上げたいと思います。まずはじめに、自罰型林業とは何か、ということをお話しします。自罰型林業。自ら切る形の林業と書いて、 自伐型林業です。これは自分の持っている森林や地域の森林を自ら伐採して管理する林業の形です。現在の林業の主流は自分の持っている森林や地域の森林を自分で伐採するという形ではなくて大きな機会を持っている森林組合や林業事業体に頼んで伐採してもらう。 木を植える場面や、その後草を刈るという、え、造林、森を作る作業も、そういう会社に頼んでやってもらうという形です。つまり、伐採や木を植えたり草を刈ったりと、そういう作業を委託しているわけです。まあ、委託しての林業というのは大きな機械を使ってやりますので、まあ、機械を使わないとまあ損すると。 ということで、大規模化していくわけです。でこうした森林管理のあり方に対して、もっと小さな林業があってもいいんじゃないかということで生まれたのが自罰型林業です。で自罰型林業は小さな機械を使います。例えば、チェーンソー、三トン車、ミニバック砲といったものです。この自罰型林業で小さな生りを作る 地域、地域レベルの取り組みとして、これは非常に有効なものだと私は考えています。そもそも、農産村の暮らし、これは都会の暮らしとは違った形であったと思います。都会では1年に400万円お金がかかると言えば400万円稼がないといけない。つまり、必要なものはすべてお金で買うという形で生活をしているわけです。対して農産村では、 まあ昔は、まず食べ物を作るために田畑を耕す。家を建てるために木を切ってくる。薪が必要だから木を切ると。生活にお金も必要だから自分の得意なこと、あるいは地域にある資源を生かしてお金を稼ぐという生活だったと思います。その地域に売り物になる野菜があれば、その野菜を作って売るし、売り物になるような 木が育つんであれば、その木を切って木材として売ってお金を稼ぐわけです。そうした半農、半分農業、半 X、半分何か別のことという暮らし、これがかつての山村の自然な暮らしだったわけです。林業も同じで、昔は林業だけでお金を稼いで暮らすというのはなかなか難しい。畑をしながら、田畑を耕しながら、 お金が必要な時に木を切って売る、あるいは林業の作業をしてお金を稼ぐという反応、反林つまり半分農業、半分林業という形が昔はなされていたと。自発型林業はこうした自然な旧来の林業のあり方に沿ったものと捉えることもできます。自発型林業を支援する取り組みとして木の駅というものがあります。これは自分の持っている森林や 地域で切り出した、そこから切り出した丸太を木の駅というところに持っていくと地域通貨と交換してもらえるそういうものです。そして自発型林業を進めていくというものですね。青森県でも新号村、そして三戸町で実施されています。ただ林業政策として考えていかなければいけないのは自発型林業だけでは 日本の森林をすべて管理することはできないということです。日本の森林は2500万ヘクタールあります。そのうち人工林、人が植えた森林だけでも約1000万ヘクタールある。それから日本の木材需要をすべて自伐型林業で目指すことはできない。大きな機械を使って行う林業、これも絶対に必要です。 そして、この産業として林業を自立させるためには、林業の採算性を向上させる必要があります。今、木材の売れる値段に対して、木を植えて育てる費用が非常に高い、採算性が低いというのが大きな問題です。ただ、大きな機械を使って、一度にたくさんの木材を切り出すというだけでは、この問題は解決できません。例えば、木を植えて育てる費用を 低くしないといけない。例えば、木を植えた後草を刈る回数を減らすために、今までよりも大きな苗木を植えると。そういうことも必要です。あるいは、木を使う場面でも、多くのお金が林業や木材産業に還元されるように、地元の木材を無垢の木で使っていく。それによって、ぶどまりが高まるので、林業や木材産業、 に帰るお金が高くなる。まあ、丸太の価格が高くなっていくとえ。そういう取り組みをしていく必要があります。木を育てて、え切って使うすべての場面で、経済が循環していくように考えていく必要があります。まあ、結論からすると、自罰型林業え、そして大きな,大きな林業、まあ、産業としての林業、これは二つ、両方とも必要だというのが私の考えです。どちらかだけでも、ではダメだと。 これからの時代は、まあ、確実な時代ではない。10年後、20年後、どういう社会になっているか、まだまだわからない時代だと。そういう中では、いろいろなやり方、多様性というのが大事だと考えています。何かご感想、ご意見ありましたら、コメントまでお気軽にお寄せください。それでは、また。